こんにちは、すずです。にごはずのケンティです。ねごです。9月もインターン締め切り動画になってます。イエイイエイ。インターン締め切りの後に我々24卒で就活してたんですけど、就活終わった身として9月にやっておくべきことみたいなところも話したらいいなと思っているので、ぜひ最後まで見てください。全部自分で締め切り調べるのが大変だったり、あとは知らないうちに締め切りとか来てたらもったいないのでね、後悔しないように就活してほしいなと思って、この動画を見て本選考だったりインターンの締め切り忘れないようにしてください。おー、やばっ。セミショーだ。めっちゃ大きい顔です。すごいね。これ何、セミショービジネスカレッジ講師中です。これは全学年受け付けるやつで、こっちが就活生受け入れるやつ。なるほど、じゃあ25卒以外も。札幌ビールとか DBJ とかでかい企業がいっぱいありますね。やば。ここら辺はちゃんと対策した方が良さそうだね。はい。TBS テレビ、国家公務員系もあるんですね。あと読売グループ、オンライン開催と対面開催、それぞれある。どっちとかいいの？やりたいことによるんじゃないですか。DX 系か、広告ビジネス系か。対面のインターンが楽しいですけど、友達できたりとか、観光できるんで、近くを。ああ、確かに、大阪とかだね。そう、大阪とか。まあ、それ目的で行っちゃダメなんですけど。楽しそう。インターン終わりで、大阪とか。まあ、そこまで仲良くならないですけど。次、9月13から15だね。もう冬の準備。インターン準備って何？冬のインターンシップのやつ。冬の締め切りとかも、もうこの時期から早いところが始まってるんで。夏より秋冬のインターンの方が内定につながりやすいの？まあ、企業によると思うんですけど、例えばコンサルとかはサマーで取り切っちゃうところとかもあるみたいな噂は噂なんですけど、そういうのも聞くし、夏にやっぱり早く動き出した優秀さが多いから、そうね、そうね、秋冬はその分天候ので出会う人の強さが変わってくるみたいな感じで、確かに夏で決まってくるみたいなのあるけど、ミンタジョブでも結構取ってると思います。全部インターンシップとか言いつつ全部本選考に決まってる感じは、はい、いやまあそうですね、もう全部を選考だと思って、うん、決めていかないですよね、うん、18から27最終週あたりアクセンチュアオンラインセミナーだったって。でもセミナーってどうなんですか？けどセミナー参加しないと入れないみたいな、そういう気がいっぱいあるんで。あ、そうなんだ。 DBJ は 3Days と 1Day 両方あればね、うん、どっちに参加した方がいいの？これ 3Days でしょ。僕でもわかりますそれ。いや、余裕がある人は 3Days の方参加してもらって、そういう感じの方がいいですね。あと読売新聞とかね、さっきから知りません、人気締め切りとかそんな感じ。あ、なるほどね。野村不動産現場配属型インターンシップみたいな感じで、え、デベロッパーもさ、インターン参加結構必須、はい、デベロッパーもわかんないですけど、なんかそういうイメージあります。あるよね、うん。で最後かな。最後です。9月30めっちゃ、これは25卒向けのエントリーの多分早期選考の第何手締め切りがやってくるみたいな感じ、うん、早期選考めっちゃ締め切りあるじゃん。サイバー、 NTT、 ベーカレント、コクヨ、 M&A センター、そして ADK。 ADK、 あの広告代理店、広告系がもう本選考始まってくる感じか。そうですね。ここが全部の締め切りってわけじゃないと思うんですけど、第何手締め切りかの一つみたいな、うん、早めに挑戦したい人はこの締め切りで頑張っていこうみたいな感じだと思います。早めに行くのちょっと怖いのありますよね。なんですか？今まだそんな実力伴ってないのに受けちゃって落ちちゃって、もう選考できなく受けられなくなっちゃったらどうしようみたいな。確かに。じゃないですか。でも一人ゲームって言いません？早い方がどんどん埋まっていくけど、自分の実力はまだできてないからどうしようみたいな天秤をかける時期ですよね。今からまず9月にすべきことですね、はい、9月サマーインターン終わってからどうしようみたいな人が僕と同じ境遇だと思うんですけど、うん、まあ、とりあえず全員共通してやるべきなのは夏休みの振り返り、これ絶対にやってください、うん、どういうこと振り返ればいいんですか？まあ、サマーインターン行った感想とかですね、うん、この企業は良かった、この企業のこんなところはあんまり刺さんなかったとか、例えば社員訪問してみて昇進が遅いみたいな、そこはあんま合わないな、なるほどね、なんかいろんな振り返りをすることが絶対条件。なるほど、はい、8月の振り返りをしてここから広げていくか、うん、絞っていくかの、まあ、選択をした方がいいと思います、うんうん、絞った先にまた広げて絞ってでもいいと思うんですけど、うん、とりあえず9月は秋冬のインターンで広げていくのか、もしくはもう自分の行きたいところの早期選考で絞っていくのか、うん、まあ、はたまた両方やるのか、うん、っていうのをちゃんと意思決定するために8月の振り返りをしましょう。僕はまあインターンをこれから受けたりとか、今までインターンを受けてた人のも向けのあれなんですけど、すずさんは別に秋冬のインターンとか行かなかったけど、うんうん、まあ、本選考にずっと照準というか、まあそうだね、私は秋冬インターンは夏もそうだけど一緒も参加してなくて、この時期はずっと長期インターンやってましたね。とにかく本選考で話せることを増やす、だから本選考で熱量を持ってちゃんと話せるようになるために経験を積む方に私は頑張ってました、うん、はい、別に焦ってインターン参加しなくても自己分析とか、うん、なんか自分のやりたいことをしっかりやるみたいな時期でももちろん良いという
うんうんうん、私は仕事的にさ、いろんな会社に行ったりとか、いろんな会社の人と話す機会がもうこの時期から結構あったから、うんうん、私みたいなインターンをしてない人はとりあえず会社を見ておくだけでもやっとくのはいいんじゃないかなって思います。そうですね、はい、実際話す中でちゃんと行きたい企業決まったっていうのがあったから、いろんな企業を見ていいなって思うところ、社員訪問とかしてみて、そう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 、がいいのかなって思いますね。あと1個だけなんか2人に質問したくて、はい、僕みたいにモチベない人が多分たくさんいると思うんですよ、ね、はい、あ、私もモチベなかった、全く。そう、でもそういう人って多分ずっとやらないんですよ、うん、モチベが出る言葉、あ、じゃあちょっと脅迫すればいいってことか。脅迫とかでもさ、モチベで他人にどうこう言われたかって出なくない？私はそうだった、いくら脅迫されても出なかったんだよね。待って、出ないもんはしゃあない。行きたい企業が定まらないと私は頑張れないタイプだったから、はい、目的なしに頑張るの意味わかんなかったから、モチベ出るのを待つしかない。俺はもうこの時期で人生の全てが決まると思って就活するべきだと思ってるんで、例えば年収をとりあえず上げたい人はもうこの1分1秒で生涯年収が変わるとか、だからそういう目的がないわけでしょ。年収上げたいとかいい企業に行きたいとかっていうのは多分ないから、明確にない、頑張れないんだよね。強い目的意識を持てない人はどうすればいいかってことですよね。どうするってか、そういう人たちは何言っても頑張れないからね。もう怖い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 。でも私も頑張れなかったもん、何言われても頑張れなかったもん、はい、ひたすらにインプットしてみるとか、ビジネス芸人が喋ってるような動画をこういっぱい見て、とりあえずビジネスの知識とかなんか意識をどんどん高めるみたいなのは、あ、まあ確かに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 、そうすると勝手にモチベ上がっていくんで、確かに確かに、それはおすすめですね。何もしないはやっぱりダメ。まあ間違いないです。遅くなれば遅くなるほど求められるレベルが高くなるっていうか、もう椅子が少なくなってくるから、うん、相当高い能力がないと取られなくなってくるっていうのは本当に現実としてある。私も2年間ぐらい長期インターンした経験があって採用されたわけだから、そういう経験がないのであれば本当に早くから始めた方がいいと思う。確かに体育会とか長期インターンとか企業とかで忙しくしてた人たちが終わりから集まってくるんで、早くやった方がいいですね。まあ、そういうことはないんですけどね。まあ、そういうことはないんですけど、元気が焦らせてほしいって言ったから、そう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 、焦らせてほしいね。これマジで別に焦らなくていいと思います、うん、焦るのは独特だったりしますのでね。なんて言ってるか分かんない。ということで、9月もまとめていきましたけど、ケンティどうですか？そもそも行きたい企業がないっていうのがあるんですよね、うん、なので、行きたい企業1社見つけて、そこと本気で向き合う、うん、大丈夫、めっちゃ大丈夫、大丈夫、行きたくなくても調べてみたら行きたいって思ったりするからね。そう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 、9月終わったら、どうなってるか、はい、楽しみですね。ということで、9月頑張っていきましょう。はい、行きましょう、はい、せーの、じゃあな。ここで、仙台リーからお知らせです。ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思っている就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。